歳の富岳三十六景神奈川沖浪浦は自然と人間の対比といいますか、大きな自然に対する小さな人間。浮世絵は非常に繊細な作品ですので、安全に展示をする、そうして後世に伝えていくということが非常に重要だと思っています。隅田北斎美術館は北斎とその門人の浮世絵作品を中心に収集展示保管をしていくという美術館です。フランスの後期印象派の画家、例えばドガをはじめとして北斎から影響を受けている画家たちはたくさんいます。浮世絵版画というのは本当に庶民のための手軽に当時の江戸時代の人々が入手できる、そういうものでしたので、浮世絵に使われている絵の具は植物性、鉱物性のものなどあるんですけれども、その比較的安価な性なのか、非常にその光に弱いという特性があります。また水ににじみやすいといったものもありまして、展示する際には光や温度、湿度といった点に注意して厳重に管理しています。隅田北斎美術館では当館所蔵の富岳三十六景神奈川沖浪浦を富士フィルム凸版印刷の協力で高解像度デジタル撮影を行っています。人間の目ではなかなか確認しづらいところまで大きくしてしっかりと見ることができたという点で大きな進歩だなというふうに感じています。貴重資料や文化財などのデジタルアーカイブはいかに現作品にダメージを与えることなく色や形を忠実に捉えるかを念頭に置いています。デジタルアーカイブの撮影現場では可能な限り高精細データと忠実な色再現を行うための最高スペックのカメラというのが必要になってくるんですが、その中でも富士フィルムの GFX100 というものは我々にとっても重要な機材になってきています。高画素かつ高精細で撮れることによっていろいろな表現の仕方、さまざまな楽しみ方がさらに広がるかなというふうに思ってます。国を越えたり地域を越えたりすることでその資料価値っていうのがさらに上がっていくかなというふうに考えてます。生の作品を後世に伝えるっていうところがすごく大きいかなと思いますので、富士フィルムの最新技術を通して作品の深い表現世界へ一歩近づけたことを実感しています。